今日午後、別府市で79歳の男性を刃物で殺害しようとしたとして、50代の女が逮捕されました。警察によりますと、正午過ぎ、別府市塩見町の駐車場で、女が市内に住む79歳の派遣社員の男性の腹部を刃物で刺すなどし、軽い怪我をさせたということです。女は職業・住所不詳の梶原陽子容疑者で、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。2人は知り合いだということです。警察は梶原容疑者の認否を明らかにしていません。警察は2人の間に何らかのトラブルがあったとみて調べています。